おごく。おー、えらいえらい。皆さんこんばんは、モザエのノイです。本日は風邪の時の薬のお話をしていきたいと思います。アリアね、もう1歳になりますので、1歳ともなると、突発性発疹はもう2回終わりましたし、あとはね、ちょこちょこ風邪もね引いてきましたので、なんとか病院にお世話になっております。で、昨日ねアリアが鼻水が結構出てきたので病院に行って薬をもらってきました。でね、こちら今回タイトルになっている通り、薬皆さん飲む時どうしてます？病院でシロップとか粉とか座薬とかなんかいろいろ希望出せますよね。で、うちはね前まで粉をもらってたんですけど、今回初めてシロップにしてみました。というのもですね、毎回スポイトであげてるので、粉をね水で混ぜてあげるのもシロップそのままスポイト入れるのも同じかなと思って、あとね、入院してる最中も退院後もシロップ液体の方で、ミルクに混ぜてたんですけども、薬をあげてたので、シロップは抵抗がないっていう感じがあったので、今回からシロップにしてみました。はい、というわけでですね、皆さん薬どんな風にあげてるのかなって気になる方もいらっしゃると思うので、うちの一事例の方ですねご紹介したいと思います。今までねアリアね、おやつを食べるかのようにね薬飲む人って言ったら美味しく飲んでたんですけど、今日ね今回ね抵抗がちょっとありました。どうぞ。はい、いつも粉薬だったんですけど、今回はシロップにしてみました。こうやってね表示されてるのを混ぜます。はい、そしてね結構便利だなと思ったのが、こちらのスポイトっていうのかな、これにこれをこうやってねシュッと吸って、ちょっとすいませんカメラ持ってるから、でそれを飲まします。はい、あー、はい、じゃあ一口しちゃいな。あー、あーパク、おーちょ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 キュッ、おーごく、おーえらいえらいこぼれたら拭きましょう。えらいね、美味しかった人。はい、あー美味しかったね。あーお利口さんでした。はい、というわけで無事に飲んでくれたわけなんですけれども、まさかの若干ね抵抗ありましたね。嫌なんだ、嫌なね原因はね、もしかしたらちょっと鼻のね、ちょっとまた近々ご紹介するんですけど、鼻の吸引をねすごい嫌がるんですよ。なのでそれと同じ要領な気になっちゃったのかなね。今までねあんなことなかったんですよ。しかもね、あれは午前中の映像なんですけど、午前中朝の映像ね、夜開けた時はね、お薬飲む人って言ったら、はーいって、もうなんかねすごい遠くにいたんですけど、はいはいってものすごい勢いで駆け寄ってきて、でそれではあーんって自分で飲みに来ました。気分ってのもあるのかな。はい、しかしですね、私ね個人的にはシロップよりも粉の方がいいなと思いました。理由はですね、シロップだと何 cc 何ミリリットルっていうの測るんですよね。でそれで量ってもう決まってるから減らせないんですけど、粉だと水を少量で粉を入れて混ぜてて、か量ちょっと濃さが変わるとは思うんですけど調整できるんですよ。でスポイトで揚げるからピュッて入れるので量がねちょっと少ない方が揚げやすいんですよね。はい、もう本人も多分すごい量飲むよりも少しの量でピュッていっちゃった方が楽だと思うんですよね。あと前に先生に教わった、本当にそのいつも上げてった量よりもさらに極小でちょっと粘り気あるぐらいの風にして、粘り気あるぐらいにしてほっぺの中側内側にペッて入れてあげるといいっていうのも聞いたので、それ結構ね液体飲まない時なんかにはもうヒュッて口の中に入れちゃえば済むので、それも結構いいのかなと思ってるんで、今度そちらも試してみたいなと思ってます。はい、こんな感じですね、我が家のお薬飲む時事情でございました。皆さんどうです？ぜひぜひねコメントの方に、うちは粉だよとか、うちはシロップだよとか、こういう風にすると飲むよとか、こんな風にして苦戦してるよとかあったらぜひ教えてくださいね。皆さん多分共有し合えたらすごく参考になると思うので、よろしくお願いします。はい、というわけで本日はね1歳児のお薬飲み方事情でございました。少しでもね参考になったら嬉しく思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひよろしくお願いいたします。いや年内5000人行きたいです。もうでもちょっとあと1ヶ月ぐらいだもんね、難しいかな。よろしくお願いします。はい、評価の方もお待ちしております。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you。